成功の第一歩は小さいけれども、それは大切な始まりであった。ラチャモンコン・クルンテープ大学教養学部は仏歴2548年、西暦2005年1月19日に開校されました。当校の理念は、各職業に適応する技能並びに学問、倫理、道徳、社会に対する責任感を持った学生を育成することにあります。教養学部は6つの学科に分かれており、各学科における専門科目と一般教養科目を履修します。目標と能力の調和を図りながら、時代の流れに素早く対応し、最先端の知識を養います。外国語およびサービスに関する学部、ホテル学科、観光学科、タイ独自の商品開発学科、国際コミュニケーションを目指した英語学科、日本語学科、コミュニケーションのための中国語学科、一般教養科目、タイ語、社会学、人文学、体育、およびレクリエーション。ホテル学科、ホテル系の特殊専門家により、時代の変化を追求し、世界の観光業の成長に対して幅広い考え方を持つような優秀な人材を育成します。また、最新で革新的な教授法により授業を行います。さらに、実際のサービスが体験できるよう、授業はホテル専用の部屋で実施します。大学内および一流ホテルにおいて、実用的な授業や実践的な訓練を行い、きめ細やかなカリキュラムを作成します。学科、国内および海外における観光業の方向性に応じたカリキュラムを作成します。時代の変化とともに進み、国際的にも認められるカリキュラム、学習内容も常に進化させ、ビジネス機関やトップレベルの観光地と学問的なネットワークを作ります。独自の商品開発学科、タイにおける知的商品のイメージを促進させます。手工業製品は地域の知恵と最新の知識をもとにデザインされています。また樽を知る経済という哲学の通り、華美な文化や習慣を生かして広めていきます。
タイ独自の商品の特徴は文化そのものを反映しているのです。日本語学科、実社会と理論を結びつけ、時代の流れとともに歩むカリキュラムのもと、日本語に関する知識を伝授して、その経験を積むための場を提供します。日本語に関しての幅広い知識を持った人材を育成するために、日本語母語話者のように日本語の能力を上達させるために、多様で革新的な教授法と継続的かつ発展性を求めるカリキュラムとを調和させ、時代の流れに対応していきます。コミュニケーションのための中国語学科、中国語をマスターするために、中国語と教養を身につけることを目指しています。語学学習における進歩及び教授法の発展のため、学問的な相談サービスセンターを開設しました。これに伴い、卒業後の熟練度をさらに高め、組織レベルから国家レベルに至るまで対応できる能力を持たせます。国際コミュニケーションを目指した英語学科。英語は世界中の人々に認められている共通語です。英語学科では世界中の人々とコミュニケーションができるように視野を広げ、理論と実践に基づいたカリキュラムのもと学習できるようになっています。現在世界を動かしているノウハウの進歩とコーポレートガバナンスとの調整を図っていきます。ラチャモンコンクルンテープ大学教養学部。当校の目的は、学習者の気持ちを理解しながら、倫理及び道徳観を備えた愛情のもと、国の経済及び社会の発展に寄与し、国際的に認められる質的に高度な学生を養成することにあります。文化系および理科系のすべてにおいて優れている、ラチャモンコンクルンテープ大学教養学部。